こんにちは、大チャンネルです。今回は前回紹介したタープテントにジャストフィットするグランドシートを使用し、パップテント張りを張ります。このシートの大きさはパップテント張りの仕上がり寸法とほぼ一緒です。グランドシートがぴったりだとたくさんのメリットがあります。例えば最初にグランドシートを敷いて、それに沿わせてタープテントを張ることができます。面倒なペグの位置出しをしなくて済むので、誰でも簡単にきれいにタープテントを張ることができます。またテントを張ってからグランドシートを敷くのは結構大変ですよね。何もない状態であれば楽に敷くことができます。設営時に膝をついたり座ったりしても服が汚れないので、思い切って作業ができます。さらにこのようにグランドシートでパッキングをすれば、それを置くだけで荷物の搬入が完了します。これはかなりの時間短縮になります。というわけで今回は実際にタープテントを張りながらジャストフィットするグランドシートのメリットと、それを使ったパップテント張りの手順を解説します。それではまずグランドシートを敷きます。四隅を細いペグで仮止めしておきます。次にタープをその上に重ねておきます。使用するタープは DD タープの 4×4m です。グランドシートの寸法はこのようになります。そしてパップテント張りの四隅のペグを打つ位置の寸法はこのようになります。なので長手の端に少し隙間が空きますが、雨の侵入を考えればこの方が都合がいいので、隙間の幅を計算しペグを打ちます。それでは必要なところにペグを打っていきます。まずシートの角付近に端から2つ目のループを合わせてペグを打ちます。このようにシートのハトメと同じ位置にペグを打つと寸法が合います。反対側も同様に行います。次に出入り口側のペグを打っていきます。端から2つ目のループをシートに沿わせてペグを打ちます。反対側の端から2つ目のループをシートに沿わせてペグを打ちます。この時先ほど打ったループの根元とこのループの根元が重なるようにペグを打ちます。次にシートの角付近に端から2つ目のループを合わせてペグを打ちます。もう片方の出入り口側のペグを打っていきます。ここから先は反対側で行ったことと同じです。次にこれは任意ですが、側面側の真ん中のループもペグを打っておきます。これでペグ打ちは完了です。すべてシートに沿って打つことができるので、面倒なペグの位置出しをせずにあっという間にペグ打ちが完了します。次にポールを立てます。ロープを用意し半分に折ります。ロープの真ん中に巻き結びを作り、ポールの先端に結びます。端から2つ目の胸のループにポールを通し、ロープを持ち上げます。
ポールの先端に巻き結びで固定し、ループの付け根を巻き結びで補強します。胸のループの付け根はあまり強度がないので、そのまま強いテンションをかけると縫い目がちぎれます。このようにすればかかる力が分散するので安心です。ロープを張りペグを打ちます。オートロック式のトラッカーズヒッチでロープにテンションをかけて固定します。もう片方も同様に行います。反対側も同様に行います。次にタープの角をシートの下に折り込みます。シートを留めていた仮止めのペグを抜きます。ロープを用意し、端から一広くらいのところにダブルフィギュア8ノットなどでループを作ります。できたループをペグにかけて先端を中に入れます。反対側も同様に行います。余ったロープを中に入れます。それでは出入り口を仕上げていきます。ループをペンから外し中に入ります。中に入れたロープの先端を扉のループに通し、テンションをかけて引き止めのハーフヒッチで固定します。外したループをペグに戻します。こちら側も同様にロープで固定します。完成です。簡単に貼ることができました。ロープの先端を引っ張ればほどけるので、簡単に外に出ることができます。
はい、今回は以上となります。タープテントにジャストフィットするグランドシートにタープを重ねてパップテント張りを張る方法を解説しました。この張り方であればグランドシートを敷いた時点で配置が決まるので、張ってから失敗に気づくということが減ると思います。今回はロープワークなどの解説をしなかったので、ロープワークの解説やシートを使わない張り方を見たい方は過去の動画をご覧ください。この動画が役に立った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。